オステオスペルマムとは、植物界必死植物門、総使用植物高菊目菊科、菊赤金カレン、オステオスペルマム属である。別名は、アフリカ金線科、アフリカンデイジー。反対感性の出根草、アフリカ南部、熱帯アフリカ原産。アフリカ金線科属デモルホセカに非常に近縁で、容易に雑誌を作る。二族の区別は難しく分類は流動的で、 近年では、ノルデンスタムの系統解析により、ブラックシアム説がアフリカ近隻家族に移された。ゴーエンダーデベナーによると、二族を分けることはできず、合わせても、その遺伝的変異は、一般的な族に満たない。語源はギリシャ語のオスタイアンスペルまで、ここからもアフリカ近隻家族テーカとは別の進化の過程をたどったと思われる。 全世界で数百種の品種が登録されているほど、過色が多い。そのほとんどが育種されたもので、日本国内で流通している品種のほとんどが輸入された方を差し木したものである。反対感性ではあるが、品種によっては低、摂取6度以下でも枯れることはない。草丈は30から50センチメートル程度で、園芸店やホームセンター等で販売されているものは、 ワイカ材で草丈を低く抑えているものが売られていることが多く、庭植えすると、翌年は草丈が伸びる。花は3から5センチメートルのものが多く、花色も紫、黄、白、オレンジバイカラー等多くの色がある。花言葉は、無邪気、変わらぬ愛、ウィカスピーシスより、種の認定及びアフリカ金銭家族との区別には、諸説ある。 日本国外での育種が盛んで、日本国内製品のほとんどが日本国外からの輸入内へ。ありがとうございます。